本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、さあどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。エコと暮らす皆さんはこんな悩みがありませんか？猫が家具をガリガリ引っかいて困っている。爪研ぎを買っても使ってくれない。爪研ぎカスが散らばって掃除が大変。そんな悩みを解決してくれるのが猫用爪研ぎマットです。こちらです。表裏80センチ、50センチ、92センチ。大きさはこれくらいでございます。丸めるとこちら、こうなります。改めて猫はなぜ爪を研ぐのでしょうか？爪研ぎは猫の本能の一つ。爪を研ぐことによって爪の先端から古い外装を取り除き、新しい爪が成長できるようになります。また爪を研磨することによって足の筋肉を鍛える効果もあります。商品の特徴、こちらの猫用爪研ぎマットは天然素材のサイゼル麻で作られており、猫の爪研ぎ本能を満足させてくれます。また裏面には滑り止め加工が施されているので、ずれにくく動かないように安定固定することができます。家具や床を猫による引っ掛け傷から守ることができます。ちなみにこちら、猫の引っ掛け剤としての使い方だけではなく、寝床として使用したり、インズの一つとしても最適です。はい、でよく見ますとこちら、縁取りデザイン、こちらによって耐震性が強くなっております。こちらの使用方法、そのまま本気で使うこともできますが、効果を最大限発揮するには、1、マジックシールを剥がす。裏側こんな感じで全体にシールがありますので、上に貼られているものを外します。2、背面の粘着剤を家具に貼る。でこの剥がしたものなんですけども、テープになってまいります。粘着があるテープですね。こちらを家具に貼り、そしてこのシールを剥がしたところに、3、マットに貼り付ける。ペタッと貼り付けます。以上です。まあ、こういった形なので、丸いものにこうつけてこうやってやったりとか、ご自宅であればリビングルーム、寝室、キッチン、玄関、野外エリアなどどこでも使用することができます。壁や柱、床をはじめソファーなどの家具、猫が好みそうな場所に貼ることができます。気になる耐久値、耐久性は使用頻度によって異なりますが、通常は数ヶ月から数年間です。クリーニング方法、本体こちら掃除機やブラシなどで簡単に掃除ができます。また大きめの洗濯機があれば、マジックテープ式ですので、貼られているところからバリッと外して、大きい洗濯機を持っている方はこちらを洗濯機に入れることでクリーニングすることができます。またこちら、よくある段ボール製と違って散らばりません。天然素材なので、爪研ぎのカスが細かい粉状ではなく、まとまりやすいので掃除も楽になります。いかがだったでしょうか？天然素材で猫の爪研ぎの本能を満足してくれる、裏面の滑り止め加工が優秀で擦れにくいです。また爪研ぎのカス、掃除がしやすいっていうのもメリットです。猫の爪研ぎ対策に必要なアイテム、猫用爪研ぎ、家具の負担や掃除の負担を軽減したい方、ぜひこちら試してみてはいかがでしょうか？この爪研ぎマット、興味が出た方はですね、ぜひ詳細欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。猫飼ってる人はおすすめです。カメラ OK、 爪研ぎカス、これくらいでございます。除去用の爪研ぎの